本のバイト姿見に来たんだよ。働いてる？働いてる？めっちゃ働いてるよ。おすすめは何？そりゃ原宿メガクリームタワーパンケーキだよ。超高くクリーム積んでるやつ。すごーい、私絶対それ。いいねいいね、私もそれ。私はコーヒー、あとこのカレーはニックさんが作った無農薬野菜ゴロゴロ入りカレー、オーガニック、素敵。あー、私ダメかも。なんで？すっごい体にいいんだよ、オーガニック。データナチュラル最強思考。オーガニック野菜って素材の味がとかいちいちうるさくない？野菜の味とかそもそも美味しくないし。あ、でも今ねドレッシング手作りするのはハマってる。手作り？どうせオリーブオイルと塩と胡椒を混ぜただけのやつ。オリーブオイルとお塩と胡椒を混ぜるだけで超美味しいんだよ。ズドン正解。っていうかニックって誰？無農薬野菜農家の人。あ、ハッピーのタイプかも。わあ、どんな人？イケメン？イケメンじゃあイケメンかな。もうすぐ野菜届けに来てくれるよ。はい、かぶり物入りました。我々にとってこの被り物はイコール身だしなみ、メイク直しや勝負服を着るのと一緒である。好きな男の前で装着するのは常だが、当たりか外れかわからない無謀のために躊躇なく被るシルキーはさすが女子力高し。すいません。はい、今行きます。ミルポンの言うイケメンは本当にイケメンだったことがない。うん、わかってる。ごめん、ちょっと。あれ、シルキーは？男。わあ、あの人彼氏かな。いいね。あ、抱きつかれた。シルキーフォーダジー。どうしたのかな、なんかあったのかな。わあ、すごい、これがメガなんとか。原宿メガクリームタワーパンケーキ。超クリーム、テンション上がる。写真撮ったからみんな食べて。はい、出た。とりあえずキャッチーなメニューを頼むだけ頼んでシェアするパターン。写メはブログにアップして、スイーツ大好きでも太らない体質なんだの演出。さっきの彼氏？彼氏未満。去年1年アメリカ行ってた帰国子女だからボディータッチ多めなんだよね。ブブー、帰国子女とは価値観が未完成の幼少期に日本国外に滞在した者のこと。つまり推定年齢23歳のやつはただの留学経験があるだけの男。イケメンだったけどなんかちょっと劣化してる。そう？すみません。はーい、今行きます。ミルポンの言うイケメンはイケメンだったことがない。うん、それさっきも聞いた。シルキー、なんか悩み事あったら聞くよ。大丈夫、特に話すようなことない。ハッピー、ニック来た。オーガニック、紹介するよ、行こう。わあ、首太い。油シャンしてそう。なんか T シャツパッツパツだし。重曹で何でも磨くタイプか。私無理。どっかに色白で華奢な人いないかな。ただいま。何それ？トマトの種、ニックにもらった。ベランダで家庭菜園しよう。なんで家で作るの？買えばいいじゃん。お家で作るとどんな栄養をあげてどんな風に育ったかわかるでしょ。安心だよね。はい、二人にもあげる。私、畑で自給自足できるようなハーブ系男子がタイプなんだ。自給自足？この辺りで？うん。この東京のど真ん中で畑作るなんてかなりの経済力が必要。どうやら理想が妄想すぎて地に足ついてなさすぎな模様。自分たちが食べるものだけ作って子孫に生きていくのってハッピー。なんか貧乏くさい。お金とかなくても丁寧に生きれば心も体も地球もハッピー。まさこも言ってたよ。まさこって誰？絶対無理。トマトちゃんの写真撮ったかあった。トマト！トマト、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 あー！ちょっと大変、キーチクリ。今、店長にご飯誘われた。それって
デートだね。どんな人？イケメン？イケメンイケメン超イケメン。あ、あっこにいる人。ダメだよミルポン、あの人薬指に指輪してる。女いるよ。あの指輪は完全にペアリング。マジで？あれ、その指輪さっきのファーム系男子も同じのしてた。女子会行かない？女子会行く行く。バイトも終わるし。わーい、お店どうする？トマト鍋。トマト大好き。トマトちゃんカンパーク。イエーイ。